はい皆さん、コーヒーショップのコメダってご存知の方多いと思います。私もね、よく利用していました。あの、なんかね、その、プレゼントか面談の時にいいんですよね。まあ、それから、うーん、んですかね、一人でランチを食べに行ったりとかもしましたね。まあ、とにかくどんな町にもコーヒーショップコメダさんっていうのはあると思うんですけども、昨日そこでね、殺人事件が起きたんですよ。で、被害者の方は、 高石さんと呼ばれる47歳の女性の方で首を刃物で刺されて病院に搬送されたんですけどもそのまま帰らぬ人となったということです。で、午後1時20分頃なんでお昼休憩が終わってね一旦落ち着いた頃なのかなと思いますけどもまさかね刃物で白昼堂々米田の店内でこんなことが起こるなんてねで犯人とされる 人は高っって言って言ね同じ高石さんですんでご夫婦なのか交際中だったのかってとこですけどもまあこの人が刺したと刃物を持って犯行も認めてるということなんですよねいやだからね何があったのかこれから分かっていくでしょうけどもまあ45歳47歳ということでねお互いの 愛情を確かめる間柄であったのかもしれませんがまあ、ご兄弟ってことはないでしょうね多分ご結婚して苗字が一緒になったという風に推察されるんですねまあ、いずれにしてもこんなことがこの日本で白昼起きるようになりましたその他にもびっくりするような犯罪が私たちの耳に入るようになり目に入るようになりましたよねこの国がだんだんこうなってきたってことなのかなと 思っちゃいますあの X などを見てもね、まあ、外国人の人がひどいことしてるぞみたいなのも流れてきますし逆に日本人がこんなことをね日本に来た人に対してしているぞみたいなのもあったりとか何かその凄惨なニュースが求めているわけではないのに耳に目に入ってくるようになっちゃったってことはそれだけ増えたってことなんでしょうかね。いや本当に恐ろしいことです。 あの何が起こるか分かりませんけれども少なくとも人を害することだけはねまあやめていただきたいなと、うん、まあ話し合いで解決しなければまた一から話し合うことだと思うんですよ私たちはね、はい、それではちょっとびっくりしたニュースなんですけどもお送りしました